絶景はその場所ならではの唯一無二の光景で、見る者の心を癒し感動を与えてくれます。中でもアフリカは地の果てを連想させるような砂漠や広大なサバンナを生きる野生動物など、多くの人を魅了する大自然の景色が広がっています。この動画ではそんなアフリカの国を旅しながら、さまざまな絶景を巡り、あなたを魅力的な旅へと誘います。1. モーリシャス島。モーリシャス共和国にあるモーリシャス島は、マダガスカルの約 900km 東に位置する島で、山や海、滝などの雄大な自然で溢れています。インド洋の貴婦人と呼ばれ、世界でもトップクラスのリゾート地とも言われており、宝石のように美しい海中の滝や、地面に虹を描いたような神秘的なグラデーションの七色の大地など、ここでしか見れない絶景を堪能することができます。また、多民族国家で様々な文化が融合した食文化などが魅力であり、訪れればのどかでのんびりとした南国風情を感じながらバカンスを満喫することができます。2. アイトベンハドゥ。モロッコ中部の都市ワルザザート近郊に位置する集落、アイトベンハドゥ。この地は部族間の争いや盗賊の略奪から集落を守るため、四方に銃眼のある塔を備え、城壁には土で作られたガス場と呼ばれる建物を密集させ、村全体が要塞のような作りになっています。またミステリアスな雰囲気から数々の映画のロケ地に使われており、迷路のような集落の中を歩き、雄大な景観が広がる丘の頂に立てば、まるで映画のワンシーンに迷い込んだ心地を味わうことができます。3. クルーガー国立公園。クルーガー国立公園は南アフリカの北東部に位置する国立公園で、南アフリカを代表する野生動物の保護区として知られています。四国地方がすっぽり入るほどの広大なエリアには、140種以上の哺乳類や500種以上の鳥類が生息しているほか、1500種もの植物や無数の昆虫類も生息しており、大自然の宝庫として多くの観光客に親しまれています。また広大なサバンナに沈む夕日を眺めたり、満天の星空の下で南アフリカ料理を楽しんだりと、さまざまな魅力を堪能することができます。4. ナミブ砂漠。ナミビアの大西洋側に位置するナミブ砂漠は、1000km 以上にわたって続く広大さを誇り、約8000万年前に形成された世界最古の砂漠と言われています。ナミブ砂漠で最も有名な絶景スポットが、砂漠の最奥部のソススフレイ。そこには、500年前までは湖だった場所であるデッドフレイがあり、今はひび割れた干ばつ地帯が広がっています。また遊覧飛行でナミブ砂漠の景色を空から楽しむこともでき、波打つように連なる砂丘群はこの場所ならではの絶景です。
5. キリマンジャロ。キリマンジャロはタンザニア北東部にある山で、標高5895メートルを誇るアフリカ大陸の最高峰でもあります。またキリマンジャロはスワヒリ語で輝く山を意味し、山頂付近で見られる氷河と数千頭の象が群れる麓のサバンナとの対照的な景色はとても神秘的です。その他、氷河の雪解け水によって繁茂した多様な植物やキリンやバッファローといった野生動物など、この場所ならではの魅力を堪能することができます。6. マサイマラ国立保護区。ケニア南西部に位置し、野生動物の宝庫として世界的に有名なマサイマラ国立保護区は、ケニア観光の目玉として多くの観光客に親しまれています。広大な敷地の中にはシマウマやガゼル、水牛といった草食動物や、サバンナの主役であるライオンをはじめとした肉食動物も集まり、野生動物が織りなす命の営みを間近で体験することができます。また毎年7月から10月には名物であるヌーの大移動を見ることができ、およそ130万頭にもなるヌーの集団が一斉に移動する光景は圧巻です。7. シャウエン。シャウエンはモロッコ北部リフ山脈の奥深くにある町で、その美しい青い町並みはおとぎの国としても知られています。シャウエンの旧市街は建物や道路、階段などの至るところが水色から深い青色の多彩な青で染められています。青で統一されている理由ははっきりと分かっていませんが、この地に移住してきたユダヤ人にとって青が神聖な色であったからと言われています。そんな青い街並みが美しいシャウエンは、歩いているだけでまるで物語の世界に迷い込んだような気分にさせてくれます。8. ルクソール。エジプト南部のナイル川東岸にある都市ルクソールは、世界最大級の野外博物館と言われ、古代のエジプト人たちが築いた偉大で迫力のあるモニュメントであふれています。ルクソールでは彫刻された石柱や石像を間近で見ながら散歩できるだけでなく、馬車に乗ったり気球に乗って空からの眺めを楽しむこともできます。また西岸にある王家の谷やメムノンの巨像、東岸にあるルクソール神殿やカルナック神殿など、ルクソールには多くの見どころがあり、訪れる人を飽きさせない魅力であふれています。9. サハラ砂漠。サハラ砂漠はアフリカ大陸北部にある砂漠で、氷雪気候の南極を除けば世界最大の砂漠として知られています。その大きさはアフリカ大陸の3分の1近くを占めており、アメリカ合衆国とほぼ同じ大きさとも言われています。そんなサハラ砂漠では、ラクダに乗って砂漠を歩いたり、砂漠の中でキャンプをして綺麗な星空を眺めたりと、その大自然の雄大さを存分に満喫することができます。
10、ザンジバル島。タンザニアに属するザンジバル島はアフリカ大陸の東岸インド洋にある島で、長い歴史と豊かな文化があります。ザンジバル島は美しいビーチが点在していることから、アフリカの楽園とも呼ばれ、バカンスを楽しむために世界中からたくさんの観光客が訪れます。その他、島の中心には世界遺産にも登録されているストーンタウンがあり、曲がりくねった路地や無数のモスクなど、多様性のある街並みを楽しむこともできます。以上、人生で一度は見たいアフリカの絶景10選をご紹介しました。この他にも様々な国の動画を投稿しています。次はまた別の国の旅でお会いしましょう。